お帰りなさいませ。お嬢様。やっぱ間違いないって。あのすいません、もしかして葵ちゃん。葵、あのネットアイドルの。こんなに私のこと見てくれてる人いたんだ。じゃあやっぱり葵。嬉しい。のメイ？お兄さんのお子さんらしいです。かわいい。何考えてるの？ダメに決まってるでしょ。なんで？だってあなた中学生でしょ。そりゃ無理だわ。学校はどうしたの？しばらく休むもん。はあ、私感動されたから。え、こりゃまた見事な弾けっぷり。自己顕示欲。アクセス数すごいね。で、結局さつきさんの家にしばらく泊まると。さっき電話したら兄もかなりプッツン来てるみたいで。あ、私ってば似合っちゃう。ねえ、働いてもいいでしょここで。ちょっと着てみたいってごねるから貸してあげただけなのよ。それに見たでしょ、私がいればお客さん増えるよ。なんたって今大注目されてるネットアイドル。男なんてみんな簡単に落とせちゃうんだから。そうだ、ブログに写真アップしようっと。あ、原則従業員しかこの服着られないことになってるから。ちょっとくらいいいじゃない。メイド服のレンタルやってるって間違えた子が来ちゃうかもしれないでしょ。他の店ではそういうサービスもあるみたいだし。その辺のしょうもない女より絶対完璧に着こなしてるのに。葵ちゃん、何よ文句あんの？あんたなんかより私の方がよっぽど。あ、かわいいよ。でも写真は我慢してね。さあ仕事仕事。葵ちゃん、それ着替えてね。ただいま、ミサちゃん。お帰りなさいませ、ご主人様。葵ちゃん、何してるの？ありがとう。ほら、やっぱり私の方が。新入り？店長の姪っ子さん、着替えるように言ったんだけど。誰、さつきさん、何あのフェロモン肩の男、何者？無駄な色気がただ漏れじゃない。あ、彼はあれくらいレベル高いの落としたら気持ちいいだろうな。え、葵ちゃん、臼井くんにはミサちゃんがいる。付き合ってるの？え、まだそういうわけではないのかな。あんなレベルの低い女が相手なわけないじゃん。代理で来れる子探してるんですが、まだ見つからなくて。店長、何かあったんですか？厨房スタッフがいないの。これから混んでくる時間帯なのに。ミサちゃん、料理できる？手伝ってくれない？え？手伝いましょうか。はあ？え？臼井くんが？俺、これでも料理できるよ。いきなり部外者に働かせるわけには。臼井くん、入って。店長！ただし、テストに合格したらね。わかりました。じゃあ、オムライスで判断するわね。材料と分量はこの通りだから。店長、本当にいいんですか？あとは好きにやって、早く！じゃあ、行くよ。
料理上手なんですね。うん。葵も食べたいな。店で注文してくれたらね。あ、葵ちゃん、こいつ人間じゃないから危ないよ。ひどいな、ミサちゃん。でもそういうとこも気に入ってんだけどね。気安く触るな。はいはい。ミサちゃんいないなぁ。もう帰るか。あおいちゃん、おいちゃん、おいちゃん、あれは誰？ネットアイドルのあおいちゃん。知ってるのか？さすが自称隠れオタクだな、いっくん。ネットアイドルってことは水着とかちょっとエロい写真も。黒タツはエロが大好物だな。あおいちゃんは青春派。でもたまに小悪魔っぽい表情した写真とかもう。ドキュー。ほら、簡単に落とせる。なのに、なんで、うん、お帰りなさいませ、ご主人様、うん、今日は、臨時バイトしないんですか？今日は客。じゃあ、相席いかがですか？結構です。もったいない。たまには2階に行こうかな。ぐんぬん。あの男、なびかないにも程がある。あんなレベルの低い女のことばかり。あれ、葵ちゃん。ミサちゃん、その辺でいいわよ。あ、はい。店長なら今外に出てるよ。別に関係ないでしょ。すぐ戻ると思うから座って待ってたら。おせっかい。私のこと嫌い？あれ、よくわかったわね。じゃあ仕方ない。ほっとくか。好きなようにどうぞ。ちょっと聞きたいことが。え？何？着替えてたんだ。うん、今日はもう上がりだから。ん？それ、私服？え？うん。女らしさのかけらもない。あんた女でしょ。そもそもこの服ちゃんと女物？メンズじゃないの？さあ、とにかく安いの選んでるから。これはひどいわよ。ちゃんと可愛くなりたいと思ってる？そういうのこだわらないから。どうやって薄井匠を誘惑したの？何かすごい必殺技があるんでしょ？は？こんな可愛い私になびかないなんて何か理由があるはずだわ。あの男を落とせばさらに私の可愛さに箔がつくっていうのに。納得いかないのよ。教えなさい、どんな手を使ったの？どんな手も何も誘惑なんて。正直に言いなさいよ。ちょ、落ち着いて。ほら、高い高い。怪力ババア。ゴーン。食べさせてくれるのかな。どういて。こ、休憩入ります。いってらっしゃい。どうしてほしいの？私だけのものになってほしいな。
それどういう意味なのか本当に分かってる？何？な、うん、やってんだこの隙間が！葵ちゃん。いい加減にしなさい！何するの？どうして？こんな自分を試すような真似して意地になってんの？こんなことしなくたって、葵ちゃんはそのままで十分可愛いってことぐらい、みんなちゃんとわかってる！だってみんな笑ってた！ただ、可愛いものが好きなだけなのに、たくさんの人に可愛いって認めさせたら、昔笑った奴らを見返せると。本気でそう思う？そいつら見返したいんなら、真正面から向き合え！関係ない人巻き込まなくても、もう十分一人で戦えるでしょ？昔がどんなだったか知らないけど、笑った奴らもきっと認めるよ。葵ちゃんは可愛い。たとえ、男でも。ごめんね、ちゃんと言わなくて。バラしたらすっごく怒るのよ。あんたは最初から気づいてたんだな。そうなのか？道理でなびかないと思った。はぁ？じゃあなんで襲ったんだよ。ミサちゃんと同じ、超真正面から向き合っただけ。黙れ変態！変な奴ら。なんでもっとびっくりしないかな。男なのに可愛い服が好きで女装までしてんだぜ。驚くとか笑うとかあるだろ普通。え、なんで笑うの？それはさすがに気づいた時は驚いたけど、服似合ってたし。葵ちゃん、もうこれで気が済んだでしょ？そろそろ家に帰る。今度はもっと完璧になってみんなをメロメロにしに来るから。葵ちゃん、振り出しに戻った。覚えてろよ変人ども！生意気な捨て台詞まで、全部無駄だったか。いや。今日は葵ちゃん来るかな？来るかな？お待たせいたしました、ご主人様。ミサちゃん、こいつ葵ちゃんにメロメロになってたよ。何言ってんだよ、黒達！俺はミサちゃん一筋。ご主人様、そろそろ出発されてはいかがです？まだ来たばっか！行ってらっしゃいませ、ご主人様。制服なのは着る服がなかったから。着る服がないってなぜ？さつきさん、またなんかいらなくなった服ちょうだい。また兄さんに捨てられたのね。葵ちゃんの服って店長のお下がりだったんですか？そうなの。僕なりにアレンジしてサイズ補正もやってるんだよ。へえ、すごい。葵ちゃん裁縫もできるんだ。いい節約にもなるし偉いよ。ああ、お疲れ様、ミサちゃん。お先です。またあんたはそんな格好で。え、どんなにもったいないことしてるかまだわかんないの？は？もう我慢できない。ちょっと来て。おお、お疲れ様。ミサちゃん、ファイト。ピンクのキャミワンピにリボン付きのミニワンピ、肩出しシフォントップにふんわりバルーンのスカート、誰もが納得する絶対的な可愛さ。なのになんであんたはそこまで興味が持てないの？いや、ごめん。せっかく女に生まれてきて女のためにある女の服が似合うはずなのに、救いようのないセンスのなさとこだわりのなさが自分を殺しててイライラする。すごい勢いでけなされて怒られてる。仕方ない、僕があんたに合う服を見立てる。え？
いいよ、そんな無理だよ葵ちゃん。そもそも服なんて買うお金が超安い。やった、ちょうどノート切らしてたんだ。あの、よろしくお願いします。ティッシュ、ティッシュください。ごめんごめん、次どこ行く。いいよ、もう分かったから。タイムセールだよ、お姉ちゃんならさらにおまけしちゃうよ。コロッケ、スズナが好きなんだ。もう、あんたの改造は諦めた。今日は学校行ったんだ。うちにいても息が詰まるし。ま、学校でも同じだけどね。どうして？みんな僕の好きなものを否定するから。綺麗なもの、可愛いもの、僕が男だっていうだけでそんなものを好きになっちゃいけないなんて。だからみんな嫌いだ、誰も好きになれない。私は結構葵ちゃんのことを好きだけどな。はぁ、なんか見てて清々しいんだよね。僕はあんたなんか嫌いだ。知ってる。まさか M、 そんな S っぽい顔しておきながらさ。え、言っとくけど僕そういうプレイ興味ないから。葵ちゃん声大きい。天気予報嘘ばっか。葵ちゃん、服物持ってないの？あるけど使いたくない。お気に入りの可愛いハンカチだから。じゃあ私のハンカチで拭いてあげる。嘘、誰かひったくりだ。止まれ、この愚か者が。ちょ、何やってんのあの女。止まらないなら力ずくでも止める。愛の男相手に真正面から向かってくなんて、あんた女のくせにむちゃくちゃだ。常識外れな女、それとも女のくせに男らしすぎるかな。ごめんね、私ってこんなやつだから。心配かけたなら謝るよ。こうやってよくみんなに怒られては女らしくしろって言われるんだけどね。でも自分らしくいるのが一番って、そう思ってるから。だからって女としての努力を怠る女を僕は認めないからね。え、女を磨かないとそのうち振られて泣くんだから。え、誰に？薄い匠。え、あいつとはそういう関係じゃ。でもあっちはあんたのこと。違うよ、あれは私をからかって遊んでるだけで。宇宙人だから。あれはなんかちょっと今あいつがかわいそうに思えた。あ、なんでもない。ああ、袖破れてる。安物買うからだよ。サイズ教えてよ。え、作るから。作るって私の服を？そう。え、ちょ、あんたスタイルだけはいいんだから、僕が何とかしてあげるって言ってんの。いいよ、作る。いいって。かわいいのに、ミサちゃん。ロリータで作ろうかな。意外と似合ってる。ですね。なんだよ、笑いたきゃ笑えばいいだろ。悪かったな、見苦しくて。恥ずかしがってると余計に可愛くて興奮しちゃうんだけど。この